を始める前に今日は一つ伝えておくことが。どうぞ。教育熱心なお母さんから申し出がある、前例はないが小学生のアナキン君に体験授業をしてもらうことになった。ほらアナキンちゃん挨拶なさい。あ、はじめまして、アナキンスカイウォーカーです。くっそー、なんでこんなことに。僕はプロゲーマーを目指す小学生。しかし元 FBI である母親はそのことに反対し勉強させようとしてくる。それでも僕は常に目を盗んでゲームをしていたが、ついにそれが見つかってしまってここに連れてこられたわけだ。そういうわけで悪いがこの中の誰か一人アナキン君の面倒を見てもらいたいと思う。おいぼっち、こういうのはお前の担当だろ。え？まあ確かに花山なら安心して任せられる。私は元 FBI よ。一目見ればその人間の本質を見抜けるわ。あの花山という子、一見真面目そうに見えるけどそれだけじゃないわ。まあいいわ、これも社会勉強ね。わかりました、うちの子は花山くんにお任せします。よし、それじゃあアナキン君はここの席に座ってくれ。花山、頼んだぞ。はい。チクショウ、めんどくせえな。それじゃあアナキンちゃん、しっかり勉強するな。20分後に授業を始めるからな、準備しておけよ。行きましょう。くっそー、僕はプロゲーマーになりたいのになんでこんなことを。なんとかゲームをする方法はないか。そうだ、僕の面倒を見てくれているこの人、いかにもゲームとか好きそうだし、もしかしたら。はい。普段ゲームとかってやったりします？ゲーム？兄貴、ゲームやりましょう。お、いいね。先に止まった方が負けなんだもん。分かったか？負けた方が分かってんな。どうなるか。よし、行くぞ。レディーゴー。いいね、行くね行くね。おお、ブレーキブレーキ。うわぶつかっちまったじゃねえか。僕はゲームが好きでよくやります。やっぱり予想通りだ。よかったら一緒にやりたいです。いいですね、それじゃあ場所を移しましょう。じゃあ行きましょう。はい、どうぞどうぞ。先にここでやりましょう。ここで。ところで何のゲームをやるんですか？スマブラですか、モンハンですか？いや、そのゲームはちょっとわからないんですが、僕が最近ハマってるゲーム、それをやりましょう。アナキン君はここに座って、リンゴをこれ頭の上に手で持っててください。動くと危ないので絶対に動かないでくださいね。では先行は僕からいきますね。いきまーす。やった、当たった、1ポイントだ。よし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 。じゃあ次はアナキン君の番ですね。うわー先生、どうしたそんなに慌てて。アナキン君。先生、僕やっぱり帰りたいです。そうか、アナキン君。ところで、君のお母さんって綺麗だろ。え？君が途中で帰れば、君のお母さんは僕にがっかりするだろ。先生がついてるから、もう少しだけ頑張ろう。な。なんなんだこの学校。ボッチの本性に身の危険を感じたアナキン。自分の面倒を見る人を変えてくれと先生に直談判。果たして選ばれるのは誰なのか。アナキンは無事その一日を乗り越えられるのか。
次回会えると思うか。松本もう一つ。アナキアナキアクションアナキアナキ明日のテスト全部カンニングだ。俺たち全員協力するからよ。お前を頼りなんてさせねえからな。俺らに任せとけ。みんな早く。えそしたら最後あと誰が口臭かった。あなたです。俺かい。